なぜなぜ本当にやることやってたら何も自分の時間ない。朝は忙しいタイプ。みんなお仕事中かな、休憩にしては早いかな、お昼休憩。こんにちは。乳液先に塗って化粧水して、今日はメイクします。メイクする。メイクして12時ぐらいには終わるんですけど、よかったら皆さんの合間の時間にお供してください。私のメイクの話し相手、メイク時間。いやマジでここ痛い。なんかね、こんにちは、ありがとう。お昼からハートありがとう、キラキラもありがとう、かわいいありがとう。お供します。やった、明日出番なんで今日休み。休みいいね。この前さ、ここの顎をさ強打したの。その前の強打の話からすると、農業の日に帰りに移動、帰りの移動中に、もう本当に農業の日めちゃくちゃ楽しかったんだけど、やっぱずっと太陽の光浴びて動いて、朝からめっちゃ早かったし、ずっと動いてはしゃいでたので、幼稚園児の皆さんと。帰り疲れててもこんなんなってたの。そしたらここのちょっと荷物置くスペースみたいなところにこう寄っかかって寝てたら、そのままこの手がブハンってずれて、頭からガッて頭突きして強打して、それはまあ今はもう痛くないんですけど、それは治ったんだけど、その次の日私本当に落ち着きない。まあでも睡眠してる時はもう意識ほぼ飛んでるからさ、あれなんだけど、朝起きてベッドの横の隙間に、寝る前にピン取って棚に置いといたピンが落ちちゃって、後で拾うのめんどくさいと思って、寝ぼけながら腕伸ばして、こうベッドから上で伸ばして、こう取ったのピンをこうやってうってそのうって取った瞬間に、棚の角に顎強打して、これが棚の角だとしたら、うんとベッドあって棚こう寝てて、ベッドあって棚の角だとしたら、こう取って起きた瞬間にクックッて足ですごい落として、顎折れたんじゃないかって思ったぐらい、普通にちょっと触るだけで痛い。気をつけたいけど気をつけようがないんだよね。ちょっとなんか寝ぼけてるからさ、顎割れたかな、どうだろう、待って確認してみる。やばい、どうしよう。え、顎割れてる、顎割れてる。触っていると分かる、ここへこんでる。私顎は割れてんだよね元から。いい顎してんのよ。え、角度やばい、分かる。下から上ってやばいよね、下から角にスライドした感じ。傷にならなくてよかった、まだ朝だけ。でも傷にならないってことはもうかすったとかじゃなくて強打だから、すっごい痛かった。やし、この前も埼玉友達と一緒にサウナ行った時にお尻にあざ作った。私さ、ただでさスケボーであざ作るのにさ、日常生活でもめっちゃあざ作って、お尻にあざ作ったことあります。サウナほぼ裸の状態です。マジでさ痛かった、涙出そうだった。なんか友達の髪の毛をくくるのをやってあげてて、あ、ちょうどこれだ、これをなんかやり方わかんないっつってこれやってあげてて、その段差があって、こうやちょっと
その段差に乗らずに手伸ばしてこうやってたの。高いところにいる友達にカッてやってあげて、オッケーって言って振り向いた瞬間、なんか その皿に下にあったまた飛び出した棚みたいな、壁にくっついたこういう飛び出した棚みたいなところに、上からまたかすったとかじゃなくてダンって強打して、お尻あざできた。スケボーでもお尻あざできない、うん、最近そういう日やばい。お祓い行った方がいいかも最近 NGT の中でお祓いっていうワードがあって、なんかちょっと体おかしかったり変な行動すると取り憑かれてるんじゃないみたいなのが流行ってるんですけど、あんまりさふざけて取り憑かれてるとかさ言わない方がいいのかなとか思うけど、最近流行ってて。スケボーじゃないのよ。スケボーの怪我はまあすねが多い、普通にできてる。サウナで朝はね本当に初めてだったね。結婚してありがとう。ここに乗りたいの気になる。はい、ということで今日はメイク配信をしていきます。今日今から私がベースメイクして使っていくのはちょっと汚いので周り拭きますね。こちら、てるてる、あ、汚っ、なんかついてる、なんかへぼりついてる。てるてる、てるてるのメイクフィットトーンアップエッセンス、トーンアップしてくれる下地です。こちらもやってる。でこれ最近買ったファンデーションを伸ばす筆なんですけど、これ本当にすごくて、めっちゃ鏡の本当にすごくて、これバターナイフみたいに見えるんですけど、これをもう手じゃなくて今時もうこれでこのバターナイフで伸ばすんですよバターナイフとしては売られてないですけど、メイク用のやつがあって、ここに下地取りますね。それをこう切ってあげるようにちょっとから鏡になってて、してあげるようにで塗るときは薄く伸ばしてあげます。これ買ってから本当にファンデの塗りがいい。均等に塗りそうでいいねでしょ。使ってみて、私もスパチュラ持ってます。あ、使ってます。そう、それ名前出てこなかった、スパチュラです。こちらメンバー結構使ってる子増えてきて、でもね、ちょっとメイク初心者の人には伸ばすのが難しいかもしれない。私もまだ難しい、メイク初心者じゃないけど難しい。これ本当に綺麗、伸ばすのでも汚くはならない、どんなにやっても。でもうまく伸ばさないとなんかファンデの消費が早い。でもねこれで塗ると驚くほど毛穴が埋まってくれるの。なんかナイフで毛穴埋め込んでる感じ。右側はこうやって、右利きの人はこうやって右に流すんだけど、左側はこうやってこっちに流すんじゃなくて全部同じ方向に流してあげるから、左顔は左からこう、右も左から全部左から流すんですけど、すごくない？こことここの違いだけですごくない？トーンアップの下地っていうのもあるけど、ほんと毛穴まで埋めてくれるからめっちゃ綺麗なの。あー、あざ痛い。え、すごいよ本当にメイクって。まあ全部は伸ばせないから
なんとなく細かいところに置いてあげて、鼻は絶対よく、鼻がしっかりなる人がよくて、残ったやつも適当にやって、すごいよね、やばい、ちょっとメイク女子の裏が見られてる感じで、こちらで伸ばしていきます。シュウエムラのユナコにいただいた高級ファンデじゃない、高級筆です。ファンデ伸ばす専用の、小鼻しっかり上に伸ばしてあげて、顔の側面に向かって、でこ、なんか本当はおでこ、頬、小鼻みたいな順番がいいらしいけど、まあ、適当です。はい、顔の下地もうこれだけでも肌がすごいトーンアッププラスめちゃくちゃ綺麗になってくれます。やばい、始めた頃と別人すぎる。もともと肌綺麗だけど、一言余計、ハートありがとうございます。俺も毛穴埋めたい、そんな時はこのバターナイフ、スパチュラです。バターナイフじゃないです、ただのバターナイフでやったらどうなるんだろう、肌荒れそう。ファンデいらないぐらい綺麗なんですけど、一応塗っときますね。ファンデはもう2本目です、これデコルテ。でもナイスパチュラ難くてファンデいっぱい使っちゃうんで、多分これ長ワンプッシュしたけど多分足りない、これ。なるほどなんか絶対に分かってなさそうな、なるほどなるほど、足りないな、本当はプッシュで足りさせたいけど、まだうまく伸ばすのが難しくていっぱい使っちゃう。でまたまた伸ばしていきます。ではね、下地でだいたい綺麗になったから、ファンデはこんな軽くでいいかな。この綺麗な塗り方は本間ひなたさんに教わりました。お肌乾燥気味です、今伸ばしづらい。このファンデは下地いらずにファンデだけでもいいぐらい綺麗に伸びてくれるやつなんだけど、あ、綺麗に毛穴隠してくれるやつなんだけど、ただでさえこのスパチュラのバターナイフじゃないけど使うことによって、さらに綺麗になる。ちょっと下手ですね、伸ばし方。厚塗りすぎかもしれない。すごい、今画面見たらすごいことになってて、ちょっともう見たくないけど。すごい怖。でも確実に手で塗るより綺麗に伸びてると思う。でまたさらにスポンジで。でこ外に向かって、で次はほっぺ、頬のあたり伸ばして、目の下上細かいところ伸ばして、鼻小鼻埋めて、鼻下もしっかり伸ばして、顎、鋭い顎を尖らせて。鼻の下を伸ばして、やばーい、卵肌まさに。で
も昨日の公演スパチュラ忘れて普通にさ100均じゃないか薬局か分かんないけど普通のスポンジで伸ばしたのよ。全然近かった、今と全然違う。昨日だから肌の調子あんま良くなかった。やばい綺麗すぎる。本当に今見てる皆さん全員スパチュラ買った方がいいです。バターナイフと間違えないでね。これもの鉄だからさ普通に洗って何回も使えるっていうのもさめっちゃいいんだよね。今日はもうナチュラルメイクだからすぐ終わる。最近ティッシュの減り早い、めっちゃ使っちゃう。鼻水かもしメイクの時にすごい無駄に使っちゃうのやめたい。無駄にさなんか無駄に綺麗好きなんだよね。別に全部が綺麗なわけじゃないけど一回外のもの触ったらもう顔に手触れたくないから、外のもの触れる時ティッシュ持ってティッシュでつまむみたいな、ドアノブティッシュでつまむこともある。マーガリンに使うジャムやつじゃダメですか？そうですね、やったことないので、まあ、検証してみるのはありじゃないですかね。ひどい。だって見た目マーガリンの伸ばすやつだもん。バターナイフ。やばい、まあ、画面越しっていうのはあるけど、ベビー肌になった。だからお願いパリてくれないか、君が好きだから。ナイフとはちょっと形形状が違うかもしれない。はい、そのマジレス絶対に違う。またありがとう。ちょっと目離したら鼻のトーン変わってて感動してるでしょ。でもさ見て腕日焼けしてるからすっごいすごい恥ずかしい、すごい恥ずかしい。もうねメイクは今日はね適当ナチュラルメイクをしていきます。本当はねメイクバランス見てからいつも眉毛描くんですけど、もう先に眉マスカラをいっちゃいます。最近ピンクの眉マスカラにハマってます。髪色全然ピンクじゃないのになぜか眉毛ずっとピンクです。ピンクヘアにした時からずっと変えてないだけです。でも意外とピンク馴染んでくれる。これこのピンク指原さんのあのブランドのメイクのブランドのやつなんですけど、なんだっけ名前ミミューみたいな、でもどうしよう自分が意外とイケてるって思ってるだけでなんかこの人眉毛ピンクで変だなって思われてるか。眉毛は濃いからさ色つけてあげなきゃ黒くてさピンクだけど前髪下ろせばね馴染むからいいの。このラーメンも豊坂に来てびっくりした。豊パ？豊パで朝ごはん食べたことある。こんにちは。
今塗ってるのはキャンメイクのマスカラ下地です。なんかマスカラ下地だけはいつもちゃんと塗っちゃう。美容効果も美容液効果もある。このキャンメイクのマスカラ下地2種類あるんだけど、この白の方のなんかオーガニックみたいな感じのイラストのやつの方が 1000% いいです。伸びがいいです。テクスチャーが柔らかいです。今日はすっぴんナチュラルメイクなのでシャドウがブラウンで、ずっと愛用してた2代目のチフレのグラデーションアイシャドウ、これ本当におすすめ。安いのに安見えしない、高見えまではいかないけど、なんか十分これで本当に。白全体に塗って茶色を、さっきのさキャンメイクの下地塗るだけで本当にアイシャドウの塗り違うから、今までアイシャドウ下地つけてない人ちょっとやってみてほしい。キャンメイクだから手頃に始められるしね、男の子の皆さんもぜひ。大阪全国で一番最初にできた道の駅、そうなの。なんか新潟って本当にさそういうこと多い、すごい全国で初めてとか、新潟にしかない貴重な貴重なものとか。朝載せたさツイッターのさ茶道の植物園の写真のさ、葉っぱあーんはしてないけど葉っぱ見せてる写真のやつさ、キャラメルの匂いがする葉っぱなの。葉っぱ取ってよくて、取ってちぎって匂い嗅ぐとキャラメルなの。食べれないけどね。なんか本当にね面白かった、修学旅行みたいなね感じで、なんかその植物園の管理の人が来てくれてお話聞きながら、ほんと植物を観察なんて小学生以来にしたぐらいなんだけどさ、めちゃくちゃそのお話が面白くて、なんか佐渡でしか取られない、佐渡で初めて見つかった草で、それを 何百年前って時代に、なんかすごい有名な歴史の人物だっけが持ち帰って薬草として使ったみたいな、そういう歴史を教えてもらいながら回ったんだけど、佐渡すごっ、佐渡の歴史すごいって改めて思った。草にまで歴史があった、マジで自然が大自然すぎるし、本当に心が浄化される。人も優しい人たちばっかり。終わった。あと私がずーっと愛用してる、マジ3年間ぐらいずっと使ってて、初めて使った頃からこの玉が取れてたんだけど、使って3回目ぐらいで取れたんだけど永遠にそのまま使えちゃってるやつ、これはメンバーの大塚ななみちゃんもお気に入りでよく勝手に使ってます。勝手にでもないけど、ヘルインも薄くじゃない、細く、結局さみんなこれ共感してくれると思うけど、結局このヒロインメイクのアイラインが一番描きやすい。分かってくれる？
こんにちは。わかる。わかってくれる人。あ、ほら、わかるってめちゃくちゃ。わかるよ、めちゃくちゃわかる。わかりみしかない。え、だよね。いろいろ使ってさ、いろいろさ、ラブライナーとかさ、いろいろ使うじゃん。結局戻ってくるんだよね。Dアップとかさ、使ったりするけど。わかる。わかってくれて嬉しい。あ、昨日忘れたハイライト。目の横、目の下、頬。ハイライト入れたらちょっと気合入っちゃうんだよな。間違えた。気合入れてもいいんだけどさ、メイクしたくなっちゃう。しょうみ麺とかもう1週間経つんだ。1週間経つんだね。なんかすごい、それから配信すごい楽しくなった。配信のさ、なんかお礼配信的なものをさ考えてるんだけど、来週の土日ぐらいに。来週は無理だ、来週は忙しい。再来週ちょっと遅れちゃうんだけど、いろんな人が応援してくれたから結構先になるけど、事前に告知しとこうって思って。もう中旬だけど、再来週の土日って何日だろう。でも内容は全然考えてない。どう、ランキングが100位まで出てて、それも全部スクショしてあるので、そのお礼も言いたいなっていうのと、何しよっかなって感じだけど。でもね、100位まで出てるけど、その人だよ。全部全員来れるわけじゃないからっていうのはあるけど、2日間どっちも名前読みしようか。どっちか来れると信じて、片方来れなくても。ナチュラルメイクのはずがさ、しっかり涙袋の影描いちゃったから、まつげもやりたくなっちゃった。やる、やって、どうする。でもさ、やったらやったらさ、気合入るよね。今日という日が、目の下の外側にピンクを入れて、今日のキラキラはいつもは劇場の時は派手派手で外にピンクラメするんだけど、今日はうちのここだけで。涙袋がぷっくりしてるのは本当にこの子のおかげ。アイホリック、これ本当におすすめ。結構使ってる人多いよね。みんな使ってる。いろんな会話の人が応してくれた。そう、本当にそうなんです。ユニオシ以外の方もめちゃくちゃ一緒に頑張ってくれて嬉しかった。本当にイベント出るっていう選択肢、勇気を出してよかったなって、すごい思う。すごい愛を感じて、その期間すごい自分の活動の自信にもねつながった。腰が痛い。そう、でもやっぱ本当に去年もそうだったけど、配信してると腰が痛くてさ、本当にいい椅子欲しいんだけどさ、配信のイベントからずっと腰が調子が悪い。昨日でもトレーナーさんにケアしてもらった。え、本当に
トレーナーさん今までいろんな人が変わってきてるんですけど、今のトレーナーさん本当にゴッドハンドで、魔法使ってるんじゃないかってぐらい痛いところ全部見抜いて、手が温かくて、なんか手が温かい人って整体師とかマッサージ師向いてるらしくて、めっちゃ温かくて、なんか手の温かみだけでなんか心も温まるみたいな洗脳されてるわけじゃないよ、洗脳されてるわけじゃないけど、本当にそれぐらいもうこの人にやってもらえばもう大丈夫だって思う安心感があるトレーナーさんなの今。大好きなトレーナーさん、かわいい、ありがとう。1月のフライングお祝いするね、ありがとう。今日あかりんさんのインスタ見たら、ここに影入れるノーズシャドウが苦手な人は、似合わない人はここに影入れると彫りが深く見えていいよって言ってて、真似してみる。私もノーズシャドウあんまり濃くすると似合わない人とか、メイクもさそうだしさ、生きるすべって本当にいろんな人から盗んでさ、盗んで備えつけるっていくものだよね。でもいろんな人がいろんなことを言いすぎて、いろんな情報があって、何が本当か分からなくなる。全然これはメイクの話じゃないんだけど、ナチュラルメイクって言ったじゃん、なんでこんなにちゃんと知ってるの。やっぱみんなに見られてたら可愛くしたくなっちゃった。立ちながら配信するのすめ、マジやったことある、 よかった、やってみようかな。ライバーライバーの方ですか。なんか新しいシャドウ買ったけど、結局1年半ぐらい使ってるもうほぼないやつをさ使っちゃってる。結局ずっと使ってるやつがいいんだよね。新しいの買ったけど、こっちの方がずっと使ってる。買ってからも白いメイクで唇の影は描かないわ唇の影描くようになってから DMM が漏れるんだけど、みんな描いた方がいいよ。 DMM 漏れるよ下唇から A に伸ばすようにと、エクチュールをそれにつなげる。これで口ない唇塗らないと、なんかイラスト描いてる口みたいになっちゃうんだけど、色を塗ると自然になじんでくれて、リカちゃんにおすすめしてもらったやつです。あら、ありがとう、こんにちは。明日のツーハンズ多分泣きます俺。泣いて一緒に泣こう。私笑えちゃう。でもね、一応制服着てるけど大丈夫。コスプレして涙流す。唇がプルンとしました。
なんかこんだけメイクしちゃうとちょっとなんか踊りたくなっちゃうなアイドルすぎるな。メイクすると踊りたくなっちゃう今日も踊るんですけど、メイクできた。どこがナチュラルメイクやねん。腰痛い。アイロンだけしちゃおう。せっかくここまでメイクした。忘れつもりでつけてたんだけど。もうこんな時間に今日まだアイロンしてないのにさ、髪サラッサラ。ね、配信つけた時の私の顔のトーン覚えてる？5トーンぐらいアップしてる。やった。なんか髪赤っぽく見えるね。外の光浴びてるからか。待って、開けてる。いやでも今日寒いよ、本当に。寒いからトレーナーついに出した。危な。なんかさ、短い毛あんだよね、ほら。これちょっとミスってるよね、多分切った時に。自分で切ったってぐらいここだけ短い。めっちゃ気になる、これ。全部抜きたい。明日のオフラインも日曜の小宮さん楽しみすぎる。わかる？わかる？この1週間やばい。去年、先週もやばかったけど、今週もなかなかやで。イベント頑張った分ね、ステージで嬉しさを爆発させたいと思います。長岡のコメフェス11時からでね、早いんだけど、みんな頑張って長岡まで来てくれたら嬉しいです。だんだん人増えてきたりするのかな、他のアーティストさんとかも入れるから。無害だから足に長袖2枚も着てる。ベニカ春返す、美味しそう。秋ですね。新潟衛生洋服何を持つべきか思考中。いや、わかる。試案中。めっちゃ難しいよね。長袖で全然トレーナーでもいいとは思うけど、ライブ見てたら熱くなる、絶対。私もレッスンとかさ、トレーナー着てやっても絶対暑いから、それ持ってったりして、洗濯物増える。なんかさ、春かとかさ、どんなに暑くてもさ、秋とか冬とか長袖の季節になるとさ、半袖のレッスン着着ずに絶対暑いままやってるイメージあって、耐えられないんだよね、汗かいて長袖でいるの。でもなんか代謝良くなりそう、こもって汗が、サウナ状態みたいな。脳一時期そういうダイエットした気がする。なんかレッスン中にジャンバー着て汗かいて、汗でなんか代謝良くして老廃物流すみたいな。めっちゃ意識高かったな。リハでジャンバー着てた。薄
薄でもめっちゃ汗かいてた。前髪自分で切ったんだ。サロンの日に切ったんだ確か。このフライ朝だけだけど行くね。制服じゃん、制服の時じゃん、コスプレの時じゃん。難しい。待ってるね、制服で待ってるね。明日はもう学生の気分に戻ろう。自分は JK だと思って明日は一日過ごそう。 OK、 お付き合いいただきありがとうございます。無事にメイクが完成しました。ちょうど12時だ、天才。12時には終える予定だったけど配信。まあ予定通りにいかないのが私。よいしょ。鶏もに久々に買ってみた。鶏もにポケボー始めたての時めっちゃ食べた。試食ですかってぐらい食べてた。私の大好きなゴミ覚えておいて。もやしのフード楽しみ、わかる。メンバーも食べれるかな、楽しみ。絶対美味しい。この挑戦難しいよね本当に。この時期特にもうみんな寒いからね、無理せず風邪ひかず暖かくしてきてください。風邪ひかないように。それじゃあそろそろ終わりにしたいと思います。アイロン手のところだから熱くないよ。明日スーツで行くからガチで先生と接する。え、狙った先生、先生よろしくお願いします。ありがとうハート。じゃあ復習しております。肌がめっちゃいいからすごいメイクのノリがいい。ヤヒにもらったコップ、ありがとうございます。わーい、やったー、ありがとう。ではランキング読んで終わります。13位バゴさん、12位ダニエルさん、11位ヒンジさん、10位ヒロヒロシさん、9位リックン、8位ミスターさん、7位ヌックン、6位ヨウヘイさん、5位タケメグさん、4位シュウちゃん、3位ビッグラブコさん、2位クラッドコムフェス楽しみイエーイ、3イエーイはないか、1位赤シャチさん、ありがとうございます。みんなありがとう、こんなメイクの時間に付き合ってくれて。こんな時間に付き合ってくれるのみんなしかいない。ありがとうございました。またね、明日も明後日も楽しみにしてます。またね。